北九州市の北橋市長は新型コロナの感染急拡大を受けて、今後若い世代に危機感などを発信していくことが重要と述べました。打っていない。若い世代を中心にどんどん増えているというのは事実。です。北橋市長は昨日発動された福岡コロナ警報を受けて、現状はワクチンを打っていない。若い世代を中心に感染が拡大しているとしました。 その上で、北九州市では市の管轄でワクチンを2回接種した24万3000人余りのうち新たに感染したのはわずか17人にとどまるとしパンデミックの封じ込めにはワクチンが有効と強調しました若者には SNS などのデマ情報をもとに接種をためらう人もいるとして今後、感染リスクの恐ろしさやワクチン効果を正しく発信していくことが重要と述べました。